大久保君作。東京大学で開催された DBCLS 主催のイベントでの講演の様子。2009年10月。大久保君作は日本の医学者。総合研究大学院大学教授。DBCLS 教授。生命情報。DDBJ 研究センターセンター長。アナトモグラフィー開発責任者。1982年。 東京大学の工学部を卒業。大阪大学の医学部に学者編入。1986年、医学部を主席で卒業。医師免許を取得。一年管理省医として現場に立つ。その後大阪大学大学院へ進む。1991年、CDNA に基づく人ゲノムプロジェクトの提唱というタイトルの論文で博士号を取得。以後、研究者としての道を歩む。 研究分野は、分子生物学。2003年、国立遺伝学研究所の教授となってからは、世界中に分散して存在している、多数の生命科学分野のデータベースを、より統合した形で利用できるようインターフェース等を、整備していく、活動、研究を行っている。ABCDEJ グローバル、研究者、大久保木美作 ABC 研究キャリア紹介。 大久保君作 AB 厚生労働省医師等資格、確認検索 AB 国立国会図書館、国立情報学研究所博士論文書誌データベース、ハット ABCD 科研、科学研究費補助金データベース大久保君作、ありがとうございます。